明日ママがいない、はい、ねえ、そうですね、実際の関係者の声というのは、この間座談会やりまして、施設元施設でずっと2年間ほど働かれてた方と、うん、でもう7年間ぐらいずっとシェルター、うん、もう言ったら施設でも受け入れが不可能な方をまた集めるシェルターってあるんですよ、うんうんうん、しかも子どもたちの、うん、そのスタッフやった人とか、あと里親されてる方、はいはいはい、で里親をこう推進されてる方ですよね、うんうんうん、であとはもともと保育士さん、はあはあはあ、ほんであとはこう性的な DV を被害を受けて、はあ、で今はいろんな人のカウンセリングなんかをしてる、はあはあはあ、女の人とかで、まあ、集まって考え、どうですかという話をしたんですけども、うん、やっぱり一番に問題になっているのは、そのドラマが、まあ、是か非かっていうところで言うと、うん、半々やったんですよ。っていうのは、そのドラマの内容はあくまでもフィクションであると、うん、もう完全な、うん、やっぱり空想の世界じゃないですか、うん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 、ファンタジーな世界なん で、うん、でそこを捉えれば別段問題ないと、うん、逆にその話題にしてもらったと、うんうん、話題にすることによってみんながその施設っていうところをもう一回見直すと、うん、ほんで里親っていうところをまた意識を持つと、はいはい、いうことにはいいん違うかと、うんうん、っていう方が人おられたと、うんうんうん、あとやっぱり実際、うん、里親をされてる方なんかは、うん、やっぱりこういろんな里親協会とかいろんなところのみんなお話の中で、うんうん、やっぱり一番子どもたちが傷ついてると、あ、実際にね、実際にやっぱ言われてるんですって、お前もあの泣き方うまいんやろうとか、ああなるほどね、お前もお試し行ってんのかとか、もうそういうのがやっぱ平気で子供らの中でやっぱあるみたいなんですよ、うんうん、で施設の、卒業された子供たちとも何人かお話しさせてもらったんですけども、うんうん、やっぱりそんなもう見んのも嫌やと、あ、もう一回見てすぐ消したと、あ、うん、もう二度と見たくない、うんうん、っていうのはやっぱりそのところどころでフィクションなんですけども、うん、ベースになってるところは、うん、ほんまのことをベースにしてるんですよ、うん、あ、事実そういうことはあるっていう、例えばお試しっていうのは別段、うん、お試しみたいなのはあるはあるんですね、うん、お試しっていう言い方じゃなくて、うんうんうん、やっぱりコミュニケーションを徐々に取っていくとかいうので、よく場面の中で、うん、その履歴書みたいな、うん、これ次お前らの飼い主だみたいなんでポーンと渡されて、それにみんなが群がってくるとか、うん、あんなはまずないらしいですわ。当たり前のようにその情報は子どもたちには入ってこないし、で施設の子どもたちも、うん、その里親を待ってるわけじゃないんですよ。あ、いうか子供たち自体も里親っていう制度があること自体、うん、あんまり認知してる子っていうのは少なかったりとかするんで、うん、まあ、中で、まあ、当然ずっと、うん、まあ、例えば0歳から18歳までの間に、うん、まあ、いろんなお友達が里親にもらわれていくとね、うんうんうん、あ、そういうこともあるんかって認識ありますけど、うん、最初から入ってきて里親を待つっていうような、うんうんうん、要はペット状態っていうような考え方では全くないんですよ、子供たちは、うん、なるほどね、はい、で、まあ、うん、ドラマは、まあ、いわゆる施設長が、ね、はい、魔王と呼ばれてるけど、うん、要は里親っていうそういう縁組を、はい、まあ、煩悩の数108、はい、まあ、それをすることによって、まあ、自分の過去を贖罪っていうようなことが一つの縦軸になってるから、はい、とにかく里親にっていうことでやってるんだけど、現実問題のいわゆる児童養護施設っていうのは、はい、そこまで積極的にということじゃ当然ない。ね、当然、うん、例えば子供がもう、うん、まあ、親が引き取ることはまずないという子供なんかに対してはね、うん、要は0歳からずっと18まで施設で育つと、うん、家庭っていうの分からんでしょ、はいはいはい、例えばもう日曜日に、うん、じゃあ朝起きて、うん、みんなで朝ごはん食べてから、うん、まあ公園に遊びに行って、うん、ね、今日晩ご飯何しようか、じゃあ、すき焼きしようか、じゃあスーパー一緒に買い物行こう、ね、スーパーで買い物を一緒に、じゃあこれにしよう、うん、このお肉とかこう選びながらやって、家帰って一緒に作って、うん、ね、一緒に食べてお風呂に入って寝るとかっていうのが要はないわけなんですよ、うん、ご飯は勝手に出てきますから。あ、なるほどね、うん、で決まった時間に寝ないといけないですから、うん、で決まった時間に起きて、うん、ご飯出てきます、うん、ね、で決まった時間にまたお風呂に入るっていう流れなんで、うん、もうベルトコンベア的な
感じなんで、その家庭っていうものを味わわせてあげたいっていうのは施設の関係者は当然思ってるんですよ、はいはいはい、思ってますけども、あんなだから、まあ、魔王なんかも、うん、あれはまあ子供のかあんな人って、まあ、まずあんまりいないわけですよ。まずって、まあいないでしょ。あんなチェってね、ずっと普段からあんなチェっていうような、あんな人がやっぱりまず施設長なんかまずできないと思うし、うん、ただ、グループホームっていうところでいうと、うん、グループホームっていうのも、確かに実際、事実存在するんで、うん、グループホームっていうところを題材にして、うん、ほんで、まあ、施設長が一人でやると、うんうん、こんなんもありえないらしいんです。で、まあ、子供の目線からするとね、うん、要はあの魔王っていうのは、うん、要はああいう風に捉える子供たちもいてるわけですよ、うん、あんな態度は取らないんですけど、うんうん、もっときちんとしてるんですけども、うん、例えば心がなかったりとか、うんうんね、義務的にしかやってない人たちって当然仕事なんで、うんうん、なんで心の交流が子供たちと要は感じない子供、愛を感じない子供からすると魔王にしか思えないっていうような、うんうん、要はそういう施設の関係者はおられるのはおられるみたいです、子供からすると、ベースがきっちりと本当の事実をベースにして、思いっきり漫画チックに持っていってるんで、余計に問題やと。そこらあたり、まあ、関係者の人が、そのドラマとして、フィクションとして、あれをしっかり見れば、まだ許せる部分っていうのはある。だろうか、まずだからその関係者はドラマとして見れないんですよね、フィクションとして見れないわけなんですよ、まあ、実際やっぱり子どもたちが傷ついてると、当然子どもですから、何か見たら流行りもんじゃないですか、今まさに小学生の子どもたちの中でも流行ってるわけですから、もう言ったらからかう材料に持ってこいじゃないですか、当然施設から来てる、小学校に来てる子どもたちはやっぱり同じような、要はお前そんなんかみたいないじめやないけども、そういうからかい方になっちゃうじゃないですか。だから施設の子どもたちはおそらく見てないんかも分かんないですけど、それを知ったら傷つくっていうところなんですけど、でも、まあ、その関係者からすると、そのもっと本当は施設を、まあ、問題とするんであればね、もっと問題があると、それは僕もこの間も言いましたけど、やっぱり当たり前のように、そのレイプっていう、年上の男の人が女の子を、まあ、レイプするやないけども、そういうのはずっとなんか代々あったりとかする、管理の目が行き届かないっていう、ね、その中でやっぱり弱い子と強い子の力の差がはっきりしてたりとかいう部分がやっぱりあるっていうのは言うてましたね。それ描こう思ったら、もっとまた問題になるんちゃいますの、それをね、フィクションオンリーでいくたらきついと思う、っていうか、まあ、今回のドラマを制作してる側のポイントっていうのは、やっぱりそういう子どもたちが、まあ、親の愛情というものを得られずに来てる子どもたちがどうしてそれを、まあ、自らこう学んでいくというか勝ち取っていくかっていうか、まあ、もっと言えば一人でも強く親の愛を知らずとも、逆に言えば愛を与えることができる人間になっていくかっていうようなことも当然一つのテーマだから、今回別に、まあ、言いかかったあれなんだけど、その児童養護施設を描きたいっていうんじゃなしに、そこにドラマの設定を持ってきた方が描きやすいだろうっていうことにしてるっていうことだよね。だから、もっと言えばその児童養護施設っていうものを、それを完全なもうテーマにするんであれば、はい、リサーチとか、そういうことに関してももっと丁寧にやってたから、今回のようなことには陥ってないかなっていうのもね。ただね、でも僕はその要は自創とかいろんな単語がまあ出てくるじゃないですか、要はある程度リサーチはできてるんじゃないかなと思うんですよ、ある程度は当然してるよ、ただそこのその度合いがね、結局、作る側からすればとにかく何かをテーマにして描く、で当然フィクションである、ということはフィクションの部分を誤解受けないようにしなきゃいけないという、これは当たり前のことだから、いろいろやるんだけど、それのいわゆる手がそこまで及んでなかったっていうのがね、だからリサーチはしてるよ、まあ何でもそうだけど当事者にとってはかなりしたと、で特に微妙な問題であるということは当然分かってる、でも
脚本監修で野島伸司が入ってるっていうところから含めてもそれなりのね、まあどぎついてるわけじゃないんだけど、野島伸司脚本を楽しめるし楽しみにしている視聴者もやっぱり満足させたい、で昔の高校教師もそうだし、そういうようなことで問題作っていうところをやっぱりどこか期待してるわけ でそれの問題作でありながらでも本当に問題になってはいけないっていうことは分かってるわけやから、でやって、で当然、まあ、この問題に関してもいろんな、まあ、監修ということでいろんな人に聞いて、だから、児相に関してもそうだしグループホームに関してもそれは当然しっかりリサーチをしてやってるんだけど、言ってるあのこれで十分だろうと思うのと受け止める側が、いやいやそれじゃっていうのでやっぱりこれの温度差がやっぱりうまくいかなかった、もう今回極論すれば、あのポストっていうあだ名がなかったらね、変わってましたね。まずこういうことにはなってなかった、ないですね。だ実際ポストが赤ちゃんポストがあるだけに、あれ自体もまだ、ね、世の中賛否両論じゃないですか。そうっていう部分で預ける場所があるかないかっていうところで言うとね、で、まあ、赤ちゃんポストっていうことでいくと、まあ、ある意味海外では当たり前っていうことだから、まあ、日本でも導入した。でそれが慈恵病院で、慈恵病院しか今ないわけでしょ。でそれの存在の賛否両論は、まあ、それは日本の、まあ、社会論的なことっていうか、国民感情的なことで賛否両論ある、それはもう仕方ないことですね。でその赤ちゃんポスト、これもあくまでも通称で正式名でも何でもないでしょ、コウノトリのゆりかご、慈恵病院の場合はね、でそれを持ってるのがあそこしかないのにポストっていうこと、赤ちゃんポストって言えば、要は名指ししてる、まあ、特定できますわね。これが一番の問題であって、だからあの要は芦田愛菜ちゃん扮するポストね、まあ、あの本名がそのうち出てくるんだろう、ね、物語の中ではキラキラネームみたいなっていうようなことで、あのそれも一つの引っ張りにしてたけど、だから彼女自身がそのポストでなく自分の名前を名乗るっていうのがある意味一つ の, あの愛を得たというか自立っていうことに多分したい、野島伸司的に言ってもね、ストーリー的に言っても、で、まあ、変な話なんだけど学校に通ってんねんから、学校で出席で呼ばれるときは本名で呼ばれてるわけだからね、だからそういうことで言ってもポストっていうこと以外わからない状況にしてるっていうのはそういうストーリー的ないわゆる引っ張りでしかないわけよ、見てる側が、キラキラネームどんな名前だよ、で最終的にその名前で呼ばれて、はいってにっこり笑うっていうことでいけば、いろんな意味で、ハッピーエンドに向かっていけるでしょ、ね、しかもそれが実のお母さんとかが出てきてそういうことで呼べばっていうんですよね。でもそこに行くまでにはやっぱりずっとあだ名で通さなきゃいけない。じゃあどんなあだ名にしようか、要はそれぞれがそういう、まあ、ここに来る、そういう、まあ、理由になった原因になったっていうことをやろう。だからパチはパチンコでしょ、ドンキは、まあ、ドンキでお母さんがなる、まあ、2分の座でね。でも、ね、あの実際のところはまず子供たちの中ではその生い立ちとか環境っていうのは全く誰も知らされてないんですって、当たり前のことながら、だからあんなあだ名がつくことっていうのはまずありえへんと、だからそこも問題なんですよね、逆に言うと。だからああいうふうに家庭環境がみんな分かって、あんたのお母さんこうやった、お父さんこうやったとか、要はその施設の中の施設の関係者ですらあんまり知らされてない、買ったりとかするような情報を子供同士が分かることないと。でもあそこって僕らただ単に見てて、いやこれは絶対ドラマやってすぐ分かりますよね、ああいうちょっとデリケートなとこは子供同士は知らんやろってすぐピンと来ますけどね。いやあれがある方がね絶対おもろいんですよ、見てる側は当然。あれがなかったら、まあ、普通ね、ももちゃんとかね、ね、のりさんとか、こんなニックネームやったら普通やから、であれぐらい極端にしないと絶対ドラマ面白くならないんですよ、普通のホームドラマでは、あんな視聴率も取れないと思うんで、ただ施設の関係者からすると、まあ、当事者は、お母さん、とかの問題もお母さんでもひどいじゃん、ね、あのドンキのお母さんなんかも迎えに来たんかな思ったら、いや私結婚するのとか言っていうようなとかあるじゃないですか、あんなでも普通で見たらひどい親やなって目も一般の人は見ると思うんですけど、その施設関係者の人からするとお母さんにはお母さんのまた生い立ちがあると、あなるほど、背景があるっていうところを見張るから、
余計にあのドラマはあかんっていうような、とりあえずあのドラマを見て関係者たちの総じた意見としてはやっぱりダメやっていうこと、うん、そうですね。いや中にはでも良かったんちゃうかいう人もいてましたよ、うんうん、あれで注目してくれんねんから、注目をきっかけにね、うん、要はどんどんまた広まっていってくれたらいいと、うん、で逆にあのドラマの実は最後にね、うん、NHK なんかやったら大河ドラマの最後に、うん、ゆかりの地とかを流すじゃないですか、うん、はいはいはい、なんとか神社とか、うんうんうん、なんとかのお城とか、うんうんうん、でそんなに、まあ、関連するように例えばどっかの施設の子供たち顔を写さんでも、うん、施設でこういうふうにみんなで楽しくやってますよとか、うんうんうん、施設の中で子供たちはまあこういうふうに、うん、あの遠足に行ったりとかしてますよとか、うんうん、いう事実の部分も逆に最後、うん、3分間ぐらいで出せばね、うんうん、また勉強にはなるでしょ、うん、そうそう言うてるようにね、うん、みんなが世間の人が勉強になるじゃないですか、うんうんうん、それと要はフィクションであるっていうことを際立たせることはできるよね、うんうん、そう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 。で、あともう一つは例えばこの間の時でもそうですけど、うん、ジョリピーっていう女の子、うん、はいはい、メガネかけた名前何ボンビあボンビ、うん、ボンビちゃんなんかがこう、里親のお試しに行った時に、うん、お父さんがそのご飯を、うん、注いだんを見て倒れたっていう、ああいうだからあれはフラッシュバックみたいなのが子供の中でやっぱあるんですって、そういうようなほんまのある事実をああいうところに挟んでいくから余計にその関係者が怒ってるっていう、あ、いたたまれへん部分、いたたまれへんっていう、うん、事実本当にああいうフラッシュバックがみんなやっぱ子供たちって里親のとこ行って怒るんですって、慣れるまでの間に、でまた同じ子供が自分が施設に入る前に受けてた、うん、おった環境をまた里親のところ行ってもまた作るんですって、うんうんうん、自分でそれを作ろうと思っていくんですって、うんうんうん、そういうところへ、例えば虐待を受けてた子供たちはまたその環境を自分で作ろうとするんですって、うん、ほんならお母さんもいたら里親のお母さんがもうあまりにも苛立って、うん、ガッと怒るような環境に持っていったりとか、うん、へえ、うん、本来だったらそういうことを受けたくないはずなのに慣れてしもてるっていうことかな、あのじゃなくて人間のその子供、うん、心理があって、うん、心理が同じところの育った環境のところに同じことを描こうとするんですって、うん、子供の、だから里親はいやお試し期間っていうので言うとね、うん、お試しっていう言い方しないですけど、普通はどれぐらいの期間なの ?6 ヶ月間ぐらい、うん、その一緒に生活をしてみるんですって、うん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 、でそこで初めて、まあ、大丈夫やなっていうことがあったら、うん、まあ、裁判所の方に申し立てて、うん、要は養子縁組するみたいな形らしいんですけど、それまでの間にその試し行動、逆に子供が試すんですって、うんうんうん、相手の里親さんを試すと試すんですって、はいはい、わざと牛乳こぼしたり、わざとなあの何かをひっくり返したり、わざともうよ汚したりっていうことして、この人は私を本当にどこまで受け入れてくれるのかっていうのを動物的本能で試すんですって、うん、だからそういうのももしかしたらまた、ね、後半番組の中で出てくるかも分かんないですけど、そういう事実とかもあるんで、それを当然ドラマにするんやったらめっちゃ面白く持っていくと思うんですよね、お試し行動も、うん、まあそうやね、印象残るような描き方はするでしょうね、うん、でそれを要は里親支援されてる方とか、うん、とあの要は施設の関係者からするとそこをものすごく気遣ってるところやのに、うん、そこを面白くされると、うん、やっぱり子供たちに良くないっていう、結局まあこの騒動で現実的に日テレがどうしていこうかっていうところが、まあ、一つの着眼点であることだけは間違いないですね、はい、うん。